の対戦相手がカリキに決まりました。相性的に勝てないので先進攻撃しようと思います。明日の対戦相手はマニューラになったぞ。みんな応援よろしくな。お前ちょっと臭いぞ。暴力振るってるお前ら格闘タイプが本当の悪タイプだろ。エスパータイプに負けるのザコスリ脳筋が。カエリキンさん、スマホ眺めてずっと険しい表情してます。俺って臭いって聞いてきたし、すみません、明日のバトルは辞退させていただきます。ウカリオさん、かっこいい。私はヨシンカするポケモン好き。バカに苦っかい。みんな進化するの見ると胸キュンするよね。あざっす。ウカリオ、お疲れ様です。サトシさん、どうしました？お前、女の子が見てる時以外メガ進化しないのはやめてほしいぜ。すみません、スリストリやったらクビだからな。撮影終わった途端、距離取られてます。あの、宇宙を創造した神と言われるアルセンスをゲットしました。手が震えてます。え、ネット対戦してたら相手もアルセンス使ってるんですけど、神って2体いるんですか？ちょっとそういうのやめてください。名誉毀損で訴えますよ。久しぶりにフォロー整理します。伝説のポケモンと幻のポケモン以外はフォローを外させていただきます。すいません。オッケーっす。了解です。俺伝説のポケモンだからセーフや。え、俺伝説のポケモンなのにアルセンスさんにフォロー外されてるんだけど。お前伝説のポケモン感ないやん。ヤフーチーム感にゴキブリと書かれてたし。俺の方が伝説のポケモン感ありますよ。今日はディグダの闇を晒します。あいつ裏でエグいこと言ってます。ピカチュウの闇も晒してほしいです。ピカチュウもあります。そのうち晒すと思います。おい、不思議やね。お疲れ様です。どうしました？明日カラオケ行かね。了解です。行きます。ピカチュウ先輩にカラオケ誘われた。ガチであり怖くて断れなかったし、行きたくないし技使うか。は、不思議だね。身代わりエッチなんやが。